二十歳前後ぐらいから読むようけんね。新聞見らんと具合の悪いっちゃ。あ、そうですか。タブレットあれだと見るわって、もうそれといかって。福岡市博多区上川端町で宝飾店を営む島田隆之さん。西スポが創刊した頃から購読している愛読者です。そんな島田さんが一番印象に残っていると話す紙面があります。うん、まあ、やっぱりホークスがねこっちに来て初優勝したじゃない。これですかね。おお、これもう6時ぐらいから早起きてから待っとったよ何回見たってよかぐらいやったね。残念どころやないよ、涙出ることは。本当に西スポは1955年2月21日に九州初のスポーツ新聞として誕生しました。当時紙面の中心を飾ったのはホークスではなく野武士軍団と呼ばれていた西鉄ライオンズでした。創刊1年後にはライオンズの日本一の記事が躍ると、その後ライオンズは日本シリーズ3連覇を達成し、まさに黄金期を迎えていました。西スポはライオンズと共に歩みを進めていました。そして1988年紙面の主役がホークスに変わると、現在は毎日1から3面までホークス一色。その他地元スポーツも掲載し、他社を寄せ付けない情報量で読者に親しまれてきました。そんな西スポで長年ホークスを取材してきたのが、西日本新聞社のスポーツ本部長富永さんです。また負けたか、また連勝逃げた、大チョンボ。いや本当ね、優勝するような人物思ってなかったからね。停滞打線工藤見殺し。当時富永さんが取材していたのはホークスが低迷していた頃。紙面には厳しい言葉が並びました。実はそうした記事の背景にはある人とのやり取りがあったといいます。飯田ちゃん元選手の尻を叩く記事を書いてくれと、チヤホヤしてたらローカルスターで終わってしまう。王さんの来られて、でも熱い勝つんだっていうことをこう選手たちにも説き続けて、最初はねやっぱりね、その熱さについていけないところもやっぱりあったりとかして、それがだんだんやっぱり選手に浸透していくね。それで僕らもなんかそういう気持ちになっていくっていうところもあったかなと思うけど、当時の王監督の言葉に刺激を受け、時には厳しい言葉でホークスに葉っぱをかけた西スポ。そして王監督の言葉が現実になったのは1999年の時でした。王監督笑顔が出ています。王監督笑顔。4球目投げた、センガーと三振。福岡ダイエーホークス球団創立11年目悲願の初優勝。ずっと王さんも勝つんだってことをずっとおっしゃってて、本当に優勝するんだなみたいなのがありましたけどね。ソフトバンクは全体練習です。まさかに40分過ぎのチャンスってどういう感じですか。まさきで見出しに取るって感じじゃなくて。紙面編集最後の1日が始まりました。うん、なんかそんな特別な考えとかそういうものは特にないです。いや普段通りじゃないと逆に言うといけないんじゃないかなと思う。そうした中、編集部を慌ただしく動く一人の男性がいました。一面の見出しを担当する佐藤大輔さん。一面はまさに新聞の顔です。開幕戦を迎えるホークスをどう伝えるか。WBC の侍ジャパンをこう彷彿させるような打線になってまして、それをこうパッと見て分かるように。新聞ならではの一面、佐藤さんの案をもとに
編集幹部で議論します。どちらかというと侍型の打線といった方が、イメージしやすくはあるんですよね。ヌートバーから始まる打線から世界一仕様超攻撃型感じばっかり。世界一仕様って何か今一緒議論は締め切り間近まで続きました。今回最後の紙面は通常の紙面に加えて特集ページがつきました。ライオンズやホークスの優勝の記録、さらには往年の選手へのインタビュー記事、そしてメインは王さんへの取材記事でした。西スポはチームのお役に立てましたか？絶対役に立ってますよ。最初はあんまりいいことを書いてくれなかったけど、こっちも発奮したよね。地元紙としての役割が果たせたのかなと、王さんに育てていただいたなと思いますし。下ろしました。はい。そして最後の紙面が臨天機で印刷されました。西スポの68年の歴史に感謝するとともに乾杯。乾杯。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。最後は全員で出来上がった新聞に目を通します。最後の一面は藤本ホークス侍型打線、左上には西スポらしく読者の目に留まるように V 奪還した侍ジャパンと比較した写真が並んでいます。これまで発行すること2万4000号以上、デジタルに移行しても記事を作る情熱と原点への思いは変わりません。予想よりも九州のスポーツに関しては熱く熱意持ってね追っかけてきたんで、そこだけはまあそこが一番のねやっぱり西スポの魅力だったと思いますし、それはもうもちろんデジタルになってても変わらないので追っかけていきます。